き上がってきたね S62PPJ。 タイムが終わったよ。あかー楽しそうだね。見てみる。腹筋が弱いと、あれ。もうちょっと止める人にも幅を少し大きくしてみる。来た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 。ここはね、大分県大分市、西大分港から出る、レンゲさんで、今日行くところは、四国の佐多岬の方面、ちょっと1時間半か2時間かけて出ます。今日は何狙いで、ハマチ、はい、もう PPJ62 もう曲げたいっていうことでですね、もうそれメインで行きたいと思います。はい、宮崎の津南の森といいます。よろしくお願いします。今日は初めてですね。今日も初めてですね。上がってきたね S62PPJ クリームの S、まあ、こちらもね、テスト兼ねてのどっちも使ってテストしてみます。取りやすいものに高くて、これはちっちゃい、結構のも小さいの。いやでもあれだよ、ヤズじゃん、ヤズ。これはこれで面白いじゃん。遅くなりました。これはこれで面白いじゃん。これをやるための差ですよね。そう、今たくさんと作ってるのは、まあ、正直ちょっと PPJ あれですね、スピンスロー、ちょっとビビりすぎて上げきれません。起こしきれませんでした。はい、一緒によ。はい、イエーイ。はい、おめでとうございます。釣れるね。釣れる。何でも釣れるんじゃないですか、これ。これすごい。すごいすごい。よかったですね。これをやりに来たんですか。これをやりに来た。リンバルつけたよ。いいよ。こんなに青のやつ。リンバルライトだけだ。だけだね。どこなのここは。ここは。大分。大分の。すげえ。片岬大きい。片岬。坂の関。坂の関。ヒラマサみたいな。綺麗に上がってくるね。ヒラゴ？いやいや、やっうそー。豪快。やったー。皮一枚。本当だ。ギリギリです。はい、姉さん。はい、姉さん。はい、姉さん。イエーイ。おめでとう。イエーイ。楽しそう。楽しそうですね。はい、ありがとうございます。かけて
っていう話なんだけど、おお、でかいじゃん、でかいじゃん、すごいじゃん、すごいじゃん、ナイス、ナイス、これ3機4機ぐらいあるね、よし、はい、軽いでしょ、結構。いや、今日より軽いし。楽っす。何よりも楽っす。はい。待ってください。森くん、森くん、頼ましてよ。かけろ。かけろ。かけろ。ピッチは無事ワンピッチですか。ワンピッチで、スローを入れた。止め入れて。止め入れて。結構サイズ上がりましたね。早く落としたい、まあ、そっちはあのスリム、こっちはフレア、フレアですね、フレア200とフレアスリムの180、一発ですね、はい、180、よし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 、待ってる、待ってる、3人行きますか、3人だったよ、はい、何やってんの今上げてんのまあ、何グラムまでいけるのかなっていう実験でやります。ちょっとカーブも多分違うと思うんで、あ、全然楽やね、250いける、250は全然楽そう、早いな250ですね、今度はちょっと斜めに入れます、釣れるよ。はい。じゃあ150で。はい。お願いします。坊主。坊主。起きた。た。汗。汗って合ってる。これを本気にするときはこういう風に。はい。体ごとこういう風に。あんまり竿を立てすぎた、はい、今魚が小さいから立てられるけど、立てられても立てない、大体2、3回、3回ぐらいも開ける感じが一番いいね、そうすると今のは何で持ち替えたかっていうと、魚が暴れ始めて
あのままやったら抜けちゃうからで、高菜が下向かないようにコントロールして上げてくる。魚が遠くないと頼んだ瞬間に魚が抜けちゃうから。ぐーってこらえてれば魚が出てくる力があるから。はい、わかりました。はい、わかりました。イエーイ、やった。後ろに可愛い人がなんかやってるよ。いい感じです。ジグ。はい。ジグが150のフレアスリムのバールホワイト。はい。一撃だったね。一撃だった。一撃だった。人先にしたか。まあ。重さかな。重さがなんかちょっとポイントかな。150がやっぱ向いてるのかもしれない。そうかもしれない。今日は150だ。150は卒業しました。チェンジです。150です。ちょっとなんか大きそうな。大きくない。魚にダメージを与えないように。道具はもったいないけど、なるべく魚にね、伝わんないで。いいっすね。はい、フレアスリム最強ですね。この海で最強の銃、フレアスリム150グラム。150グラム。